冠動脈バイパス術、別名キャベッジは、重度の冠動脈疾患の方々の心筋の血液循環を改善するために実施されます。この処置では、体の別の健康な場所の動脈や静脈を閉塞した冠動脈につなげるか、あるいはそれらを移植します。移植された動脈や静脈は、冠動脈の閉塞した部分を迂回し、心筋に酸素が豊富な血液を運搬します。1回の手術中に、1つ以上の冠動脈をバイパスさせることもあります。手術前に点滴ラインを開始し、鎮静薬が投与されます。キャベッジ処置は全身麻酔下で行われ、手術中あなたは眠っています。呼吸チューブが口から喉に挿入され、手術中の呼吸をしやすくします。尿を排出させるためにカテーテルを1本膀胱に挿入します。冠動脈バイパス術は一般的に3時間から6時間かかります。従来のバイパス手術では、外科医は胸骨を覆っている皮膚を切開して開始します。続いて胸骨を切り、心臓に到達するために胸郭を動かします。処置中は、循環系は心肺バイパスポンプ、すなわち心肺装置に接続されています。この装置は手術中、一時的に心臓と肺の機能を担い、外科医が移植片を所定の位置に縫い付けている間、心臓を停止させることができます。2箇所の血管のうち、1箇所を移植片に使用するのが普通です。それは胸部の内部胸骨動脈、または足の腹座静脈です。内部胸骨動脈移植片では、鎖骨下動脈に続いている上端部はそのままにして、下端部を胸壁から冠動脈へ、閉塞部を越えて迂回させます。閉塞部を越えて、外科医はついで移植片を所定の位置に縫合します。腹座静脈移植片では、外科医は一方の端を大動脈と縫合し、もう一方の端を閉塞部を越えて狭まった動脈と縫合します。閉塞部を越えて、移植片がしっかりと所定の位置に収まったことを確認し、外科医は電気振動を使って心拍を復元し、一時的なペースメーカーを心臓につけます。心臓が再び正常に鼓動するようになったら、心肺装置を取り外します。外科医は胸骨を元の位置に戻してワイヤーで固定し、皮膚切開部を縫合して閉じます。一時的な排液チューブが皮膚を通して切開部分の下に配置されます。キャベッジ処置において、他に2つのタイプが最近開発されました。それは、オフポンプ、つまり、心停止を伴う人工心肺を用いないタイプと、侵襲が最小のタイプのバイパス術です。オフポンプキャベッジは、鼓動バイパス移植術とも呼ばれています。というのは、心臓は停止せず、心肺装置を使用しないからです。代わって、移植が行われる心臓の部分を安定させるための機械装置が使われます。外科医は特別にデザインされた装置を、胸部の小さい切開部、ポートから挿入し、侵襲が最小のバイパス処置を実施します。これらの処置は、時々心肺装置を必要とすることがあります。手術後、集中治療室に運ばれます。心臓の活動が注意深くモニターされます。必要に応じてペーシングワイヤーを使用し、一時的に心拍をコントロールします。胸部チューブは所定位置に維持され、過剰の出血と空気を胸腔から排出します。自分で呼吸できるようになれば、呼吸チューブが取り外され、酸素マスクに交換されます。膀胱カテーテルはつけたままです。その後3日から4日間で回復するに従い、すべての装置は徐々に取り外されます。